アレックス・ライリーはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ケビン・ロバート・カイリー・ジュニア、バージニア州フェアファックス出身。2007年、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。10月に参加団体の FCW にてデビュー。2008年、リングネームをカーソン・オークリーに変更。スコッティ・ゴールドマンとタッグを組んで、 FCW フロリダタッグチーム王座に数度、挑戦するも、ダッシュとはいかなかった。タッグ解消後シングルに転校、リングネームをアレックス・ライリーへと変更し、人気者の大学生というギミックになった。2009年、FCW フロリダヘビー級王座に挑戦するなど、トップに成長。同時に、WWE に昇格し、ダークマッチとハウスショーに出場するが番組に、 登場することができず広角となった。2010年1月、FCW2010 年3月にジャスティン・エンジェルとベイド・バレットとの3ウェイ形式のタイトルマッチにエンジェルからホールを奪い、FCW フロリダヘビー級王座を奪取した。6月、NXT のシーズン2にルーキーとして参加。ザミズをプロに迎え、第3位という結果に終わる。 NXT シーズン2が終了してからは、水と個人契約し、RAW にて行動を共にすることとなった。また、並行して FCW にも出場し7月に、メイソンライアンから王座を奪取された。RAW では主に水のアシスト役となっていたが、水の身代わりにひどい目に遭うことがあった。2011年のロイヤルランブルを機に、正式ロスターとして HP に乗った。 だが、レッスルマニア XY 直前での水とシナの構想の最中に自らがシナとの金網戦に敗れ、水の元を去ってしまう。しかし数週間後に、水タイグレートカリの試合に乱入して、水を援護、再雇用されて、水の元に戻った。レッスルマニア XY では、水のセコンドとして出場した。しかし4月25日のドラフトでスマックダウンに移籍となり、 NXT でのダークマッチで、水が必要ないことを示すと奮起し、ジョニー・カーティスと試合するも敗北。4月29日、5年ぶりのスマックダウン、復帰となったランディ・オートンが、リングで話しているところへ、入場曲を変更して登場するが、会話も交わすことなく、RKO で瞬殺される。弟子、そして、広報部長として、水の下で戦ってきたが、 エクストリームルールズ2011の WWE 王座戦では、水の援護に現れなかったこと、翌日のジョンシナとのリマッチではライリーが原因で、レフェリーに反則を悟られてしまったことなどが重なり、激行した水に散々罵倒された挙句解雇を宣告されたことで、ついに我慢の限界となり、反撃、そのまま、ベビーターンした。2012年6月19日、 キャピトルパニッシュメント2011にて、水とシングルマッチを行い勝利で構想に決着をつけた。水との構想終了後、スーパースターズでは、マイケル・マクギリカティと連戦。2012年には NXT での出番が多くなり、シーズン後では、タイタス・オニールとダレン・ヤングを相手に構想。オニールとヤングとの構想後、NXT が FCW と合併し、 新生 NXT に移行すると、スーパースターズでの試合が中心となるが負傷したことにより欠場。復帰後は NXT が主戦場となる。故障後はカラーコメンテーターへと転身。WWE の各ブランドの番組や NXT で出番を担った。2013年より長らく試合面においては、 WWE ライブでの出場が中心となって、いたが2015年3月、NXT にて、ケビン・オーエンスにより、因縁をつけられたことにより奮闘し、復帰を決意するというアングルを組まれた。同月11日、CJ パーカーと対戦して勝利し、18日に、オーエンスと対戦するものの敗戦した。2016年5月6日、w WE から解雇となった。 現在のフィニッシャー。リフティング DDT。キャピトルパニッシュメント2011から使用している。エッジが使用していたエッジキューションと同型技。開脚式ではない。デビュー当時から現在のフィニッシャー。相手をファイヤーマンズキャリーに抱え上げ、相手の足を振ってダイヤモンドカッターに移行する。FCW では YOU ARE d i s m i s スーパースターズでは ファイナルスコアの技なでしよう。ありがとうございます。